皆さんこんにちは、新井英二と申します。私は東京シティフィラハーモニック管弦楽団で特別客演コンサートマスターを務めておりますが、この度東京シティフィラハーモニック管弦楽団の第363回定期演奏会が、リゲティの生誕100年を祝っての特別プログラムとなってまして、私はその中で、彼の唯一のバイオリンコンチェルト を演奏いたします。実は私は今から25年ぐらい前になりますかね、一度このコンチェルトを東京フィルハーモニー交響楽団に在籍していた時に演奏しました。その頃はまだまだポピュラーなコンチェルトではなかったんですけども、大体そういう先鋭的な現代音楽がポピュラーになるっていうこと自体が珍しいんですけども、このコンチェルトは異例なほどその後いろいろな演奏家によっていろいろなオーケストラによって、取り上げられた、今や何て言いますかね、一つの人気作品となってますね。で、まさかこの僕は25年経った後にもう一回弾くチャンスに巡り合えるとは思ってなかったので、とってもね、嬉しいんですね。というのは、私は、現代作曲家ではもうショスタコーヴィッチとリゲティがもう一番大好きなんです。なのでもうリゲティはとにかく難曲です。リゲティの作品というものがもうそのものが優しい曲はなくて、一つ人間のこう極限に挑むようなところがありまして、またその曲ももうなんていうかなかなかぶっ飛んでましてね。でリゲティの作品っていろんなこう初期の作品から晩年に至るまで、作風も変わっていくんですけれども、このバイオリンコンチェルトは言ってみれば、晩年の作品の一つで、その少し前に書かれたピアノコンチェルトと作風が似てるところがありますが、そのピアノコンチェルトってのは、リゲティ曰く、自分の作った中で最も演奏の難しい作品だと言ってまして、その後に続きましたバイオリンコンチェルトは、やはりものすごい難しいんですけども、ピアノコンチェルトのもう想像を絶するような難しさに比べて、もう少しこう、技術的に優しいというよりかは、演奏お客さんにとって聴く側にとって、幾分聴きやすい、幾分聴きやすいところか、結構僕は面白い曲、すごく面白い曲だと思ってます。で、ある意味リゲティの作風の集大成みたいな、彼のルーツであるハンガリーやルーマニア の旋律民謡らしきものを素材にしていたり、それから彼がもう終生取り組んでいたこうリズムですね、リズムやあと、リズムをね、複雑なリズムなんですけど、それをこう重ね合わせる違うリズムをね、そういった何て言いますかね、こう絡んだようなリズム、それから線のポリフォニーっていうんですけど、もう本当にこう線こう細かい糸を紡ぐような、そういったこう網の目のような、そういった作風であるとか、いろんな彼は実験してるんですけども、とにかくその彼の作曲技術もそうですけど、まず聴いて、とても新鮮であり、新鮮であるんですけど、本当にこう彼が考え抜かれた特別な音の世界が広がるわけですね。ですから僕はショスタコーヴィッチも大好きですけども、リゲティも大好きな一つの理由の一つは、二人ともとてもこう現代音楽作曲の中で耳がすごくいい、僕の言う耳のいいというのは、彼が狙った音色というのがものすごくこう研ぎ澄まされたもので、で無駄がないんですね。でリゲティはとても複雑にもちろんこう書いてます。でもこのバイオリンコンチェルトっていうのは大オーケストラではないんですね。小オーケストラで26人ですかね、バイオリンソロバイオリンと26人の、プレイヤーと指揮者の、
ための曲なんですけども、そのバイオリンコンチェルトでありながら全員がそれこそ違ったことをやるんですね。だそういうこう全部僕が合わせると27ですかねの線の絡み合い、リズムの絡み合いというのが、カレードスコープというんですかね、本当万華鏡のように繰り広げられる、とてもこう、そういう意味では楽しい曲ではないかと思うんです。で本当にもう高杉マエストロもですね、もう今からも準備してですねなさってて、昨日も彼の、スコアを見せてもらって、もう綿密にこう書き込みがしてあるわけですよね。その複雑なリズムをどうやって解き明かそうかっていう、彼の高杉さんの高杉マエストロの素晴らしいところって、もうどんな曲でも前準備も全く怠らない、それが本当にこうプレイヤーとしても心強いわけなんですけども、今回はもうすでにしっかり勉強なさって、で僕はといえばもちろんその25年前なんですけども、もう楽譜は持ってましたけども、もう結構忘れてますよね、やっぱね忘れてるんで、でも、改めて見てみますと何かこうちょっとね、僕がやった頃ってまあできたばっかり、作曲されて数年後のことなんでね、その後どうなってるかなって楽譜を見たら、結構なんかねそのいろいろ違うことがありそうなので、で、ライブラリアンの堀内さんにお願いして、もしかしたら僕の持っているパート譜っていうのと今のパート譜と少し内容が違うかもしれない、内容が違うのってどういうことかっていうと、もちろんリゲティ書いたものは一つなんですけど、実は主演したガブリロフっていうバイオリニストが彼が、まあ、多分もちろんリゲティの承諾を得たんだと思うんですけど、ちょっと変えてるんですね、音を少し優しくしたり効果を狙って、例えば細かく刻むところを普通にこう弾いたりとか、あと、こうオクターブにした方が音が鳴るからオクターブ重ねるとか、いろいろなことしてて、その辺がこうスコアと違うなというところもあったので気になってて、でライブラリーの堀内さんにお願いして、たったさっきですね、今パート譜を見たらですね、僕がその25年前に使ったパート譜ってやっぱり中身が違ってですね、これは僕にとっちゃもう一からまた出直さなきゃいけないということになりそうなんですけども、本当に僕はこの9月1日本番はですね、一夜なことなんですけど、妻の誕生日ということもありましてですね、一生懸命準備して、もう3度目はないと思ってね、この曲はね、もうどれだけ指が動くか分からないですが、とにかくまあこの夏はこれをもう頑張り通すということで、やっていきたいと思いますので、どうぞご期待ください。ちなみに一つだけ申し添えますと、ウィキペディアにこのリゲティのバイオリンコンチェルトの解説があるんですけども、その終わりの方に妙なことが書いてありまして、この曲の終盤では、バイオリニストが演奏とともに声を出すという指定があるみたいなことを書いたんですね。そんなことはないんです、それ嘘っぱちなんです。で今入手したばかりのそのパート譜見てもそんなことどこにも書いてないし、スコアにももちろん書いてないし、それはある、今人気絶頂の女性バイオリニストが、まあ、カデンツァの中で弾きながら声を出しているという部分があったので、それは彼女の発案であり、リギティが指定したものではないという、私も当然思わず興に乗って叫んだりするかもしれないんですけどもそういうことはまずないと思いますので、その辺は誤解なきように、楽通りやってないじゃないかって、あとお叱りを受けないためにちょっと今のうちにお伝えしております。ということで長々と喋りましたけども、とにかく僕はリゲティを取り込むことをとても幸せに思ってますので、高杉健マエストロと、それから東京シティフィルハーモニック管弦楽団の皆様とこの素晴らしい作品に取り込むことを、本当に楽しみに喜びを持って、皆様にお届けできればと思ってますので、よろしくお願いします。